視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週水曜日はこちとら自腹じゃ、パクユーが CD ショップに足を運んで、その週に発売された新作アルバムの中から1枚をチョイス、自腹で購入して5段階で星をつけて評価レビューする企画です。今週はいつも CD を買っているタワーレコードではなく、昨日の動画でも少し様子をお伝えしたんですけれども、ビッグカメラ有楽町店の CD コーナーで、自腹 CD 買いました。まあ、CD の専門店に比べて、ラインナップが貧弱なんじゃないかっていうふうにちょっとね不安はあったんですけれども、今回の自腹 CD もう見つけた瞬間に、あ、もう今週これでいこうっていうふうにもう即決できました。それではご紹介したいと思います。今週の自腹 CD はこちらです。じゃん、 Too Many People アスカ。これは見つけたら買うでしょう。まあ話題性っていうのももちろんなんですけれども、僕もともとチャギ&アスカ、特にまあアスカさんのことすごく好きで、アスカさんの CD も何枚も CD の棚にあります。毎週木曜にやっている棚から一つかみっていうコーナーでもアスカさんの CD ご紹介しようかなと何度も思ったんですが、まあなんか話が横道にそれちゃいそうで、なかなかこう取り上げられずにいたんですね。でも今回新作のアルバムが出たっていうことで、これはもう堂々とこのこちとら自腹じゃのコーナーで、取り上げていきたいと思います。早速中身についてお話ししていきます。収録曲は全13曲で1時間ちょっと、っていうタイムでした。このコーナーで毎週買ってるアルバム、最近のアルバムは50分に収まるぐらいのサイズが多いので、結構ボリュームのあるアルバムだなっていう感じがしました。ブックレットの初めの方に楽曲の歌詞以外に1、2、3、4つの、ポエム、まあ、詩が、掲載されてます。その後に、1曲目から13曲目の、歌詞が書いてあるんですけれども、まあ、全体的にあのポエムっぽい歌詞が多いです。でサウンドに関してはもうこれはすごく分かりやすくて、90年代の、一番バブリーだったチャギ&アスカが新譜を出しましたみたいな、そんなサウンドですね。これがこう意図してそうなったのか、それともアスカさんがこう自然に一番輝いていた頃のイマジネーションみたいなものがこう湧いてきて、それをそのまま形にしたのか、まあもしくは単純にその音楽的なこう流行だったりっていうものがあんまりアップグレードされないままあのここまで来たのかちょっとわかんないんですけれども、本当にある特定の世代にとってはめちゃくちゃ懐かしい、懐かしさを感じる一枚になってると思います。僕も90年代の、バブリーな、CD ミリオンバンバン売れたぜみたいな時代のサウンドって結構好きなので、僕も、懐かしい気持ちになりました。すごく好きなサウンドだなっていう風に思いました。特にいいなと思ったのは1曲目の福岡っていう曲、この曲は確か YouTube でもアップされてたんじゃないかなと思うんですけれども、この曲と4曲目の東京っていう曲ですね。東京っていう曲はこれはさすがに革新版的にやーやーやーを想起させるような、アレンジしたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ福岡っていう飛鳥さんの故郷を歌った曲が、ピアノと歌とギターっていうすごくシンプルな編成で朗々と歌い上げるようなバラード曲になってるのに対して、東京っていう曲が一番多くの人に印象として残ってるであろうアスカ、まあ、チャゲ&アスカのイメージを想起させるような作りになってるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いました。で、まあ、僕 CD 買ったら最近はこの演奏者のクレジットのページすごくじっくり見るようにしてるんですけれども、面白いのが、まあ、面白いって言ったらちょっとどうなのかなって気がしますが、本名で掲載されている、ミュージシャンの方と本名を伏せている方がいまして、まあ、本名が掲載されている方っていうのは、まあ、多分アスカさんの作品に名前が載るっていうことをこう了承したというか、まあ、乗ろうが乗る前が僕の仕事には関係ないし影響ないよみたいな、それぐらいの大御所のプレイヤーなんだと思います。で、その他にもアレンジでアスカの音楽を愛する仲間っていう風に書かれた人がいたりとか、あとはミディデータプログラミングっていう肩書きでお友達に決まってるじゃないかっていう人がいたりとか、
結構面白いなと思いました。まあ、今お話しした MIDI データプログラミング、こういった肩書きを持った人が参加しているっていうか、まあそういう肩書きをクレジットに書く作品っていうのは僕初めてですね。ある特定の時代にはもしかしたら結構よくあった書き方なのかもしれないんですけれども、この CD アルバムのクレジットをじっくり読むようになってからは僕初めて見ました。ということで、まあ、自然とその生楽器以外のこうプログラミングされた音、まあ、打ち込みの音にも、注目して、聞いていったんですけれども、アスカさんの楽曲、まあ、チャゲアスの曲ってシンフォニックなアレンジが施されることが結構多くて、ただその今回の作品に関してはやっぱりその制作の規模っていうのはだいぶちっちゃくなっていて、まあ、アスカさん個人が中心となってこう有志を募って作った作品みたいな感じになっていると思うので、まあオーケストラの録音とかはなかなか難しかったと思うんですね。でそんな中、プログラミング、まあ、打ち込みの音っていうのが結構、効果的に使われていて、どうしても生楽器と比べて見劣りしてしまう、聞き比べるとちょっとチープになってしまうような、アレンジっていうのをうまく避けながら、こう打ち込みでできる最大限の豪華さっていうのを出してる、すごく計算されたアレンジが多いなっていうふうに思いました。まあ、打ち込みで、シンフォニックなアレンジをやっている、まあ、やろうとしているっていう人はかなり勉強になる一枚なんじゃないかなと思います。僕もすごく勉強になりました。あ、いいところはしっかり出して、打ち込みが苦手な部分っていうのはこうふっと引っ込めて、他のパートにこう補わせるみたいな、そういうアレンジすごく勉強になりました。それでは星をつけて評価していきたいと思います。アスカさんの Too Many People は星3つです。まあ、13曲あったんですけど、正直ちょっとサウンドに新鮮さがなさすぎて、後半はちょっと飽きちゃったなっていう感じがしました。耳の集中力が持たなかったなっていう感じが、しましたね。まあ、何度も言うようですけど、90年代のチャゲアスが新譜を出したみたいな、まあ良くも悪くも使い古されたサウンドの楽曲が並んでるので、やっぱりちょっと刺激に欠けましたね。でもって、歌詞がやっぱりすごくポエム寄りで、あんまり楽曲とのコンビネーションみたいなところの力強さがなかったかなっていう風に感じました。まあ、曲は曲、まあ、曲と歌っていうのはすごく、マッチしていて、コンビネーションの力っていうのはあったかなと思うんですけど、それと、歌詞がちょっと歌詞がポエムすぎて、ここが距離感が離れてて、ちょっと別々の、世界になっちゃってる曲が多いかなっていう気がしました。まあでもチャゲアス好き、アスカ好きなら、間違いなく楽しめる一枚だと思いますし、僕は個人的には、まあ、本当のことは歌の中にあるじゃないですけど、この人のことどうこう言う前にこれ聞けよっていう風に思いますね。まあ、そうやって、楽しむのが、僕ら第三者の、一番美味しい、やり方なんじゃないかなっていう風に思います。まあ、アルバムタイトルにもなっている Too Many People っていう曲の中には、何度振りほどいても離れない危険、伝言ゲームで広がっていく世間、もっと床に這いつくばれば喜ばれたのか、真実の顔は誰のもとへ転がるのか、なんていう歌詞がありまして、まあ、正直なところ、まあ、僕もこの人もだいぶ破滅してるなっていう風には思うんですけど、それとこの作品、このアスカさんが作る音楽っていうのは全く別物で、まあ、アスカさんの音楽が好きな人はこれも聴けばいいと思うし、音楽以外のことに関してあーだこだ語るのは実際に迷惑被った人たちだけでいいんじゃないのっていう、気がしています。まあ、これ以上話するとちょっと音楽のことからどんどん脱線していきそうなので、今週はこれぐらいにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。